ハローハウスプランツということで、今日はソングオブジャマイカちゃんでーすの寒さで傷んだバージョン、はい、こんな感じに皆さんなりますんで注意してください。寒さにはね、ソングオブジャマイカ、ソングオブインディアね、ドラセナ系非常に弱い植物ですね。寒さに浸すと時間差でこういう風になります。これはですね、暖かかったけど窓の近くね、冷たい風がガンガン当たるところだったんでこういう風になりました。もうこういう風になったらですね、黄色い葉っぱは緑には戻りませんね、戻らないので、これバラ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 取っていきましょう。でバラバラこれ取るのですね、ちょっと片手だからやりづらいですけど、ね、まあ、結構簡単にこれ取れちゃうんで、もうこれどうするかと言ったらもう取るしかありません、はい、でもね、見てください、こうやってね、新芽がもう出始めているっちゃ出始めているので、再生能力はですね非常に高い植物です。これもね、ソングオブジャマイカ、麩が入って非常にね綺麗なんですね、綺麗で、ボリュームがある、新品の時は非常にゴージャスなのでめちゃくちゃいいんですよ。僕はね、どっちかっていうと好きな方のタイプなんですけど、やっぱりね、冬場はこうやって、寒さに弱いからですね、こういう風になっちゃうんで、レンタルはですね、冬場は向いていません。だから日中のですね、持っていくとしても暖かい時間帯を選んで持っていきます。そこを 1,2 時間ですね、かなり寒い時、まあ、5度以下になったぐらいの時にですね、トラックに乗せて移動しててもやられます。で、移動した先が暖かいですよね、もちろんお部屋がですね暖かいと、これをまたびっくりしてですね、葉っぱがこういう風に黄色くなりますね。なのでなるべくですね、秋口ぐらいから慣らして、上手に育てたい人はですね、場所を移動しない方がいいですね。だから暖かいところに置くなら暖かいところに置いて、そこでずっと管理する。そうするとですね、暖かいところはめちゃくちゃ好きなので、ずっと元気にしています、はい、で成長し始めたら結構花とかもね咲かせたりしてバンバン伸びるんで、花芽はね切ってくださいね、傷んでるんでね、で伸びたらカットして、切り花とかでですね、水耕栽培でも楽しむことができるんで、かなりあのおしゃれな植物なんですよ、このソングオブジャマイカですね。麩が入っていないタイプもありますけど、最近はねこのジャマイカの方が多いのかなと思います。これね、枝が細いんですけど、この幹ぐらいね、でっかいこう締まったジャマイカもですね出てきますけど、そういうのは結構値段が高いからですね、時間をかけてあの育ててあげると結構高級感がありますね。高級感のある植物に育ちますんで。そしてこれ日陰もですね、日陰に置きすぎてもこういう風な感じになりますね、似たような感じになるんで、あまりですね暗い場所には置かないことをおすすめします。寒さでやられた場合とですね、暗いところに置いた場合はですね、ちょっとね葉っぱが黒っぽくなりますね。それはドラセナコンパクターとかもね一緒なんですけど、青ドラとかもですねそういう風になります。でドラセナ系たくさん種類あるんですけど、青姉貴とかですね耐陰性が強いんで、いいんですけどね、そこも耐陰性がですね強い弱いというのも同じドラセナでも結構あるので、これもですね皆さん性質を知っておく必要があります。はい、だいぶねこう取れてきましたけど、もったいないですよ本当ね。こんだけ茂ってたのがですね、これだけ黄色くなってですね、葉っぱがスカスカになると、使い物にはね全くならないんですけど、皆さんにですね、もうこれ葉っぱ取ってハゲになったらどんな感じになるのかっていうのをですねお見せしたいですけど、時間がかかるな、こんなもんでいいか、はいね、まあ、こっちから見てみると、はい、かなりねスカスカになりました。でね、これ今から再生させるじゃないですか。でこの間からはね、曲げたりしたらですねこうやってね出てくるんですけど、ここね極力っていうかですね、間からはねこう出ません。でこのままにしてたらですね、ここからはねこう出るんで、
ひょろひょろっとしたジャマイカになってきます。それもやっぱ形としておかしいですよね。だからまあこれもちろん切っちゃうんですけど、で切りますよね。切ってこのバランスを見ながらですね、こういい形に、ね、していくのは通常通りなんですけど、やっぱりこのジャマイカってこの 枝がね、今新年もこういう感じなんですけど、こう細いんで多分、6割ぐらいかな枯れますね。結局こう枯れていくんですよね。で成長はですね、新芽が出てこう茂るまでは非常に遅いです。茂ってしまってから新芽がどんどん出るのはね結構早いんですけど、やっぱりしっかり茂るまでは非常に遅い。多分2年掛けぐらいですかね、元に戻るのは。うん、元にってか 100% 綺麗にはならないと思いますけど、でやっぱ枯れるんで、枯れて枯れました、枯れなかった、枯れなかった、枯れましたとかだとやっぱバランスが悪くなってくるんですよ。だからまあもうね、枯れるのを見越してこのぶっとい幹だけを残し、あのカットしてあげた方がリスクとしてはですね少ないです。あとバランスがね良くなります。はい、こんな感じかな。まあもったいないっちゃもったいないんですけどね。だからこういう風にならないようにするっていうのが一番いいです。うん、今新年にしてもですね、このドラセナ系、ソングオブジャマイカ、ソングオブインディアね、こういう枝が細い系はどうしても形がね悪くなります、ね、見て悪くなるでしょ。でこれからもうちょっとずつ出てくるんですけどね、葉っぱがね。うん、でこの大きさでこの10号鉢だったらちょっとね寂しいかなという感じになるんで、葉っぱが僕は出てきたらですね、8号鉢ぐらいに鉢下げすると、まあ葉っぱがちょっと少ない感じでも中鉢としてね、使うことができるので、そっちの方が、また活躍する度合いはですね多いかなと思います。はい、でこういうところはね切り花とかでも使えるし、これ刺し目でね使えます。でこのタイプのジャマイカの小鉢なんかはですねあんまりないと思うので、これ作ってみるとですね結構いいですよ。おしゃれですね。で曲げ方はいろんな形にこういうひょろひょろしてるんでねできるんで、なんだこれは、あグラグラしてたんですね。これ多分根っこがもともとね弱かったのもあると思います。こうやってグラグラしてますね。はい、ということで今回はソングオブジャマイカちゃん、ちょっと寒さでですねやられて傷んでたので解説しましたが、寒いところにはね絶対置かないようにしてください。そして暖かいと思っててもですね、冷たい風が通るね、風の通り道ってありますよね。そういう場所に置いてても枯れます、傷みます。注意してください。乾燥にはめちゃくちゃ強いです。でもやっぱりね茂ってたらお水はいります。でお水の具合結構難しいです。こまめにしっかり水分を回してあげるということが冬場も大事です。でもね、負が入ってめちゃめちゃゴージャスに見える植物なので、もともとそして効果です。で成長するのがね時間がかかるので、ぜひ大切にしていただきたいなと思います。はい、じゃあ今回はちょっとハゲチャビになりましたけど、ソングオブジャマイカちゃん、ぜひ参考にされて冬場ねこういう風にならないようにしてください。それじゃあ今日もエンジョイグリーン。